エリアス原太一は3試合連続ゴール中、トゥーリオは3試合連続アシスト中です。そしてこの宇佐美選手は山田浩太選手との相性非常に良さそうですね。そうですね。さらに今日は三藤選手が J1 リーグ初スタメンです。ガンバ大阪山下のキックオフで始まっています。福岡翔太ロングフィード、中谷慎之介、山下のスピードを使う、裏に出た山下ループ、ここで山田浩太、先制点はガンバ大阪、7試合ぶりの先制点です。佐藤、内側でプレーして原、浮かせてラファエル・エリアス、落としてマルコ・トゥーリオ、2人に囲まれています。右足振り抜いた、いやスペースのないところ打っていきましたね。いやすごいですね。今、はい、3人に囲まれてたんですけれども、肩の力が抜けてまたアイデアも豊富になると思いますし、まあ、攻撃的な選手たちはいいですよね。気持ちも楽になりますよね。そうですよね。こぼれ球ウェルトン、山下、山田浩太、今日2得点目かという山田の右足でした。エリアスがプレッシャーをかける、そしてマルコ・トゥーリオだ、エリアスからトゥーリオ、タッチライン際トゥーリオ、ワンタッチで切り返してエリアス通します、エリアス左足振り抜いた、強い、すごいプレーが飛び出しました。浮かせてウェルトン、こぼれ球宇佐美だ、クソンユン、こぼれたところまたクソンユンだ、宮本、ここでホイッスルです。後半も素晴らしい雰囲気の中、京都サンガ FC のキックオフで幕が上がります。片一すぐにカバーに行きます、柔らかい、そしてラファエル・エリアスに通った、かわす左足だ、ファーサイド福岡、ファーサイドに岸本、動き出している、右足だ、クソユー、中谷が詰めた、やはり終盤に強いアウトクロ、中谷の同点ゴールで追いつきました。宇佐美の右足にかけます、抜けてきた福岡翔太の先、まだある、右足シュートだ、またしても中谷だ、しました。この速いボールの精度なんですよね、そして最後はファーで待ってましたし、もう気持ちで流し込みましたよね。長谷選手が予測してるんですよね、最後流れてくることも、そしてここで決め切る力持ってますよね。はい、いや素晴らしいゴールですね。そうですね、一度は逆転した京都サンガ FC、今度はガンバ大阪が再逆転に成功です。手に当たっているようには見えますね。ハンドというジャッジメントです。得点はありません。なんとか残しましたが、ここでホイッスルです。超満員の中行われた関西対決は2対2、勝ち点1を分け合いました。